わ、何また入れたの。いや、唐揚げ入れるの好きだよね、チャーハンにね。またチキンカレーじゃん。なんでチャーハンに唐揚げ入れるの。まだ完成しないですよ、チーム。あ、そう、うん、これをちょっとかけてみてくださいよ。これをかけて完成の味なんですよ。あ、そうなんだ、はい、これだけじゃちょっとまだ物足りないかもしれない。これをかけてちょっと食べてみてください。カレーチャーハンにカレーかけるの。じゃあちょっと、はい、ちょっとお願いします。いつかかけて、はい、このカレーマジうまくない。これ本当美味しいですよね。本当にうまいって。これ本当うまいですよ、このカレー。本当に3食これでもいい言ってもそうだ。いや、3食それでいいね。マネユカ言ってたのよ、確か3食同じこと言ってましたよ。ってことは何、かぶった完成してるのここだけ。ここだけですね。こっち完成しないの。完成しないのが他の人に当たります。あー、じゃあちょっと完成してない方いただきます。なんでこっち、なんで完成してない方食べたいんですか。なんで唐揚げ入れるかな。しかし入れたくなっちゃうんですよね。入れたくなっちゃうんですよね。頑張らない。いただきやんす。うん、唐揚げだねこれ。これ唐揚げ入れないとダメか。唐揚げ入れて完成。唐揚げだねってな。唐揚げでした。唐揚げですよね、うん、バターチキンカレーチャーハンにカレーをかけます。確かにね、ネギって切り方によって変わるよね。全然違うよね。この切り方だな。この切り方がなんか一番美味しく南白ネギ食べれる切り方ですよね、本当に。そして唐揚げだね。カレーじゃん。ほんでもってカレーでしょ。最強じゃん、これ。あ、マネーか、はい、忙しい。うん、まあまあ。なんでカレーの CM 撮りたいなと思って。カレーの CM？ 中華一筋まかないビーフカレーの CM 撮りたいなと思って。何するんだろう。うん、まあ売れるようにしてくれればいいんだよね。なんかして食べるとかそういうこと。まあ、食べる。なんで今言うの。三食分前に食べてたのに、なんでその時撮ってくれないの。忘れてた。もう一回食べる。いや、もう無理。3杯ぐらいいくでしょ、立て続き。結構ボリュームあるよ、これ。それは飯にボリュームあったんでしょ。そうだっけ。 200g ぐらいあったよ。でもその 200g のご飯とこれ一袋がすごいちょうどいいルーとお米の割合が、まあ、うまいうまいっつってバカバカ食ってたもんね。でも一瞬でなくなった。もう一瞬でお腹いっぱい。もう食べれない。それじゃ売れないから。売れるようにしてほしいっつってんのに。CM だっつうのに。もうお腹いっぱい食べれないじゃん。でもすごく美味しい。一度食べれば伝わるこの美味しさ。酸味と甘みが程よい感じ。程よい感じ。程よい感じで、しかもすごい美味しい。お上品な辛さ。レトルトのご飯とちょうどいい。お米炊かないでパウチのご飯とか買ってチンして 200g のご飯にこれかけたらバッチリ。お米とルーの割合がバッチリ。最高。めっちゃ美味しい。毎日食べれる。売れんのこの CM で。売れない。だって食べてる時に言ってくんないんだもん。食べ終わった30分後にさ、 CM 撮りたいから早いお願いって言われてもさ、もうお腹いっぱいなんだよね。部屋のさ、このいいカレーの匂いがさ、動画で伝わればいいのにね。きっと近い未来そういう日が来るかもしれないよ。買ってください。